ファウルになります。引っ張った、ライトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。野口掴んで3アウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。5対2カープがリードしています。6回の裏逃しての三振は良くないですよね、はい、今度は思い切っていってほしいですよね。そうですよね。まずはワンアウトを取っています。インコース低めの球、低めの変化球です。インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる、ここはセンターが抑えています。2アウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが多少きつくなってきたでしょうか。6番バッター、ゴンザレス。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけど当たりは良かったですよね、調子は悪くなさそうなんで今度やってくれるかもしれませんね、そうですね。2アウトになっています。2球目は何で来るか、引っ張った、高いバウンド取った、アウト、際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。反撃したいバファローズでしたがここは三者凡退に終わっています。6回終わって5対2カープがリードしています。これから7回カープの攻撃です。一方バファローズはピッチャーが変わります。比嘉が3番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。バッターはマクフォール。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。バファローズビハインドで迎える7回です。これが2球目、引っ張った、サードが取る、アウト、ワンアウトです。バッターは4番西川。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーなしです。最初は変化球できました。ボールになります。打ちました、セカンドが取る、アウト、ツーアウト。バッターボックスには5番デイビー。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね、ええ、ここは慎重にいった方がいいでしょうね。そうですね。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました、これはどうか、ピッチャーが取る、一塁アウト、スリーアウトです。この回カープ3人で攻撃を終えています。5対2カープがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、バファローズの攻撃に入ります。赤星さん、残りの回を考えるとこの辺りで点を取っておきたいところですよね。そうですね、もう終盤ですからこのままではダメだと思いますし、この辺りで打ちました、ボテボテ、セカンドが前に来る、アウト、ワンアウト。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが多少きつくなってきたでしょうか。8番
バッターボックス紅林、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。さあここも打っていけるか。トコダ、まずは先頭バッターセンターに抜ける。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。高めに決まりました。ノーボールツーストライク。よく見極めましたね。膝元変化球がわずかに外れています。高めのボール弾き返した打球はセンターへ。センター掴んで2アウト。打順はトップに帰って太田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じです。初球打ち、打球は左中間へ。西川が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。7回終わって5対2、カープがリードしています。8回の表カープの攻撃、バッターボックスは6番小園。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。バファローズビハインドで迎える8回です。さあ2球目は何か。低めに来ました。打ちました。これはセカンドライナー。バッターボックス相澤。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。次が2球目。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。ピッチャーが構えます。掴んで2アウトです。打席には1番バッターニラサワ。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。ファウルになります。3球目は何で来るか。打ちました。セカンド取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回カープ三者凡退です。5対2カープがリードしています。8回の裏追いかけるバファローズの攻撃、2番バッター宗。今日は盗塁が1つあります。バファローズビハインドで迎える8回の攻撃です。赤星さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。そうですね、とにかくこの回に1点は取っておかないといけないと思いますね。なるほど。さあどういった形で攻めていけるか。
2球目決まっています。これが3球目、アウトロー外れます。打ちました。これはどう？掴み取った。ナイスプレーが飛び出しました。いいプレーに阻まれてしまいました。西さん、ナイスプレーが飛び出しましたね。いや、よく取りましたよ。素晴らしいグラブさばきですよ。まあ、文句ないプレーですね。バッターボックス中川、今日はまだ当たりがありません。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。床田、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上ピッチャーちょっと疲れてきたか。まあ球威が落ち始めてますからしっかり狙っていきたいですよね。はい、さあ甘い球は逃さず打っていきたい。外に決まりました。あっという間に2ストライクです。ライト方向を流しました。弾き返した打球はライトへ。ライトが取りました。2アウトです。バッターボックスには指名打者の杉本。今日はまだ当たりがありません。前の打席アウトにはなりましたけどしっかり捉えてましたよね。タイミングは合ってるんで期待できると思いますね。そうですね。2アウトになっています。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか。なくなってきたようです。2球目打ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。杉本、今日の初ヒットがここで出ました。2アウトランナー2塁。カープ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の松本。さあバファローズ、得点圏にランナーを置いています。ここで追い上げていけるかどうかで試合の行方が変わりますから大事な場面だと思いますよ。なるほど、そうですね。まあそして彼ならこのビハインドの中でもムードを変える力を持っていますからね。期待しましょう。はい、さあこのチャンスをどうものにしていくのか。外低め決まってストライク。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。空振り三振。前にボールを飛ばせません。あと1本が出ませんでした。最後はピッチャーの得意球で三振を喫しました。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。8回終わって5対2、カープがリードしています。これから9回カープの攻撃です。そしてバファローズはピッチャーが変わります。本田がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。バッターは DH 大森。先ほどの打席はデッドボールでした。バファローズビハインド。初球打ち、レフトへ打球伸びる。レフト掴んでワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター秋山、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ワンアウトランナーなし。ファースト取って一塁そのまま入ってアウト。2番バッター野間、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは打ちました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。
まずは変化球から入りました。ナイスボール。インローを指にかかったストレートで空振り。ここはあっという間に追い込んでいます。ふわふわっと上がった。ファールグラウンドへのフライです。掴んでスリーアウト。追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。5対2、カープがリードしています。9回の裏、バファローズは代打を送ります。バッターボックスには代打の T 岡田。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。このカウントは甘い球だけでなく少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど、そうですか。このカウントは狙うゾーンを少し広げている感じでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているのか。